美禅天一坊恵美水院。徳川八代の将軍吉宗の時代、教法十四年。その楽院と名乗って、源氏坊天一が出た。世上誤ってこれを、大岡裁きの中に編入しているのは、もとより取るに足らぬけれど、それよりもずっと前。 七十四年も遡って万事三年の頃に、備前の大衆池田慎太郎少将三つ正の楽院と名乗って、岡山の城下へ乗り込んだ老人の一組があった。この方が楽院騒動としては先口で、言ってみれば天一望の元祖に当たるわけ。大名の内幕は随分だらけたもので、 腰元端ために馴染んでは、幾人も子を産ませる。そんなことは決して珍しくはなかったので、またこの時代としては、血統相続という問題のために、あるいは結婚政略の便宜のために、子供は多いほど結構なので、あながち現婚の倫理道徳をもって標準とすべきではないのであるが、 しかし何にしても、国主大名が死生児の乱造ということは、決して感心した事件ではないのである。ところが問題の人が、名君の誉れ高き池田慎太郎少将三つ正で、徳川家康の外村の核将軍家にとっては鼻肌煙ったい人。つとに政権の道に志し、 常に文武の教えに励み、熊沢万山その他を顧問にして、反省の改革に努め、因子をこぼち、学校を設け、寮内にて遊女家業まかりならぬ、芝居工業金星とまで固く出ていた人格者、それに秘密の娯楽院というのであるから、初めてこの物語が生きるのである。 なるほど、備前岡山は中国での京の都。名もそのままの東山あり。この旭日川がちょうど鴨川。京橋が市場の大橋という見立てじゃな。西中島の大川に望む、旗子や半田役兵の奥二階。手すりに持たれて、旭日川の水の流れを眺めている若侍の一人が口を切った。 どうもこうした景色のいい場所に茶屋小屋のないというのは不自由至極。差し当たりこのうちなどは宿屋などいたさずして、遊女あまた召し抱えるか、さもなくば料理仕出しの他に借人ども大勢置いて、大受かれに人の心を浮かした方がよかりそうなもの。同伴の色の黒い、これは老人亭のが、それに次いで口を開いた。 これ、滅多なことを申されな。それを静止したのは、分別あるらしき四十年配の総髪頭。被服から見ても、医者ということが知れるのであった。かの伊賀越えの仇討ち、その怒りは東国でござった。それやこれやで鳥取の池だけど、 岡山の池田家と御天保に会いなり、少々様こちらの御城にお移りから、家中に文武の道を励まされ、庶民に近券の法を解かせられて、第一に遊女屋は御金世じゃ。いや、このうちも以前には浮かれ女をあまた召し掛かえて、夕べに源氏の君を迎え、明日に兵士の殿を送られた者じゃが、 今ではただの旅人やど、出てくる旧時の女とでも、山猿がただ着物を着用したばかりでのう。と説明の詳しいのは、すでにこの土地に馴染みの証拠。したが女中は山猿でも、当家の娘は竜宮の乙姫が世話に砕けたという逸物。今日大阪にもちょっとあれだけの美人はござるまいて。 と黒い老人は、声を潜めながらニコニコ顔で弁じ立てた。いや、駒越うにはもう見つけられたか。世の儀は知らず、女にかけては恐ろしく目の利く個人ですがな。と創発の人は苦笑いを禁じ得なかった。何は叱れ、まず酒にいたそう。と色の黒いのが向き直った。 いや、その前に、当家の主を呼び出して、内意を漏らしてはいかがでござりましょう。と、総発のがちょっと分別顔をした。なるほど。春霊殿の言われる通り、それがよろしかろう。と、若侍は賛成した。早速呼び出された当家の主人、ハンダや九兵。 これが土地での欲張り者。儲かる話なら聞くだけでも結構という流儀。その代わり尊敬の相談にはたちまちつんぼになって、とんちんかんの挨拶でごまかすという。これもしかし、当時の秋う道かたを代表した人物であった。へえ、手前。当家の主人、半田役兵。 本日はお早いお月用でござりました。早いわけじゃ。根性最大寺を出立したばかりで。へえへえ、さようでござりまするか。我ら三人、地と長刀流を致すかもしれぬがよいか。ありがとうござりまする。いや、そう早く礼を言ってくれては困る。この後を聞いたらきっとその方。 全言を取り消すと存ずるが、いえどうつかまつりまして。実は我ら、海中甚ははだ欠乏で。へえ。三人で二月三月、ことによったら半年か一年。それだけ厄介に愛なるとして、その間に宿題の催促されてはちょっと困る。 それが承知ならこのままに腰を据えるが、さもなくば他の宿屋へ、早速転白いたす。それでいいか、どうじゃの。すべてこの談板は、医者の春寮というのが当たっていた。ハンダ兵これには驚いたが、しかし冗談だろうとも考えて、へへへ。 いや、ただ笑っていては困る。これは本気で掛け合いいたすのじゃから、ちゃんと肝を据えてかかってくれねば、こちらにも色々と都合のあることじゃで。いや、本気でおっしゃるとなら、実に近頃お土産申したお方様で。どうもこの、もんなしで宿を取る人間に限って、大きな顔をして威張り散らして、 散々大臣風をお吹かせの上、いざお勘定となると、実はとおいでなさいます。一番これがたちが悪いので、それを最初から懐中結望、それで長藤竜とのお触れ出しは、半田役兵失礼ながら気に入りました。それでは機嫌よく止めてくれるか。 ところがその何分にも鼻肌持って、その恐縮の次第でござりまするが、どうか早ご勘弁を。いえこれはお客人が物の通りをよくお分かりの方と存じまして、ひたすらご連瓶を願う次第でござりまするが、実は手前方、こうして大きく見せ張りはいたしおりますけれど、内実は火の車。 借金取りが毎日詰めかけますので。いや、よろしい、よろしい。話は皆まで聞かずとも相分かった。つまり我らを止めては迷惑いたすというのであろうな。それは最もの次第であるので、早速他に転職いたそう。ではあるが、ハンダ屋の主、後日に至って、 ああ、あの時にお断り申さなんだらよかったと後悔することができると思うが、それでもよいか。いやもう、決して後悔などはいたしませぬ。よし。叱らば気の毒ながら、我らは他に転職。当家は遠からず結所と相なり、一家城外へ追放。そのくらいで済めばまあよい方であろう。 少し間違うとその方は打ち首。二本松へさらされるかなへえ、それはどういうわけで。いや、長く我らを世話してくれたら、過分のご褒美はもちろんのこと。次第によってはその方を私分にお取り立てがあるかもしれぬが。いや、縁なき主生はどしがたし。 どうも、いた方のないことじゃ。さあ、ご了承ご支度なされ。東中島の小島か八という店が良さそうでござる。あそこの主人は物のわかる男らしい顔つきでござるで、あれへ参ろう。こうなると、ハンダや久兵、気にせずにはいられなくなった。首をちょんぎられた上に、日本松の形状へさらされるか。 褒美をもらった上に私分にまで取り立てられるか、どちらかに傾くかという、これは大事な分かれ目。しかしそれは、老人たちがいい加減のデタラメで、つまりは無線宿泊の口実に、どうかこうかこしらえ事を言うのであろうとも思ったが、一体それはどういうわけか、後日のためにそれだけでも聞いておきたいと考えて、 まあまあお待ちくださりませ。何やらご様子ありげの今のお言葉。とにかくその司祭を、お差し使えない限りは、手前どもにお聞かしのほど願いまする。それは次第によっては申し聞かせぬものでもない。しかしこれは一大事である。我らにとっても一大事なら、当岡山城。 池田のお家にとっても容易ならぬ一大事で。え多分をはばかることじゃからそのつもりで。半田役兵、なんだか気味が悪くなってきた。ご両主にも関係しているらしい一大事なんて、よかれあしかれそうした事件にかかりあっては、まかり間違えば実際首が飛ぶ。 しかしまた間違わずに運んだら、それはまたどんな利得が得られるか、それはわからぬ。とにかく聞くだけは聞いておけと。ハ田ダや工兵、宿や家業はいたしておりますけれど、多分をはばかる一義ならば、決して口外いたしませぬ。よし、それでは申し聞かせるが。 他に立ち聞きいたすのはおるまいな。ご覧のごとく、まだどの部屋も空いております。泊まりのお客は夕方からでござりまするで。しからばここにて一大事を申し聞かすであろうが、まず第一に、その方に預けておく品がある。さあ、駒越し、例のこれ。色の黒い駒越という老人が、 早速そこへ投げ出したのは、川の腹巻きのまま、ずしんと響く小判百枚。九兵は意外に驚いた。これでは海中欠望とは嘘であった。同じ嘘でも、あると言ってないのと、ないと言ってあるのとでは大変な相違。ええ、こんなにお持ち合わせで。いや。 まだ他に二三百両は所持いたす。けれどもなかなか、この先の物入りが大変と存ずるので。まあとにかくその百両だけは預かっておけ。へえ。まだ他に一品。さあ金三郎様、ちょっと拝見の儀を。若侍は応用に二つ割りの青竹の筒を出した。 それを開くと、中から錦の袋が出た。その袋の中からは、普通の脇差しが一振り。さあ、拝見いたせ。錦の袋では驚かされたが、中から出たのは、老色諸磯とぎなしのさや山坂吉兵衛の小須賀市椿、鮫川に萌え木糸の大菱巻の塚、 そこまでは平凡だが、中身を見るまでもない。目抜きが銀の臨調。間がいもない池田家の縄文。これを備前大衆池田慎太郎少将三つの差し料としては甚だ粗末なようではあるが、斜視嫌い、諸事ご剣役の殿のことであるから、かえって金銀を散りばめたのから見ると、 本物ということが頷かれるけれども、これは時として進化に配慮を許される例もあるので、あながち殿様のご差し料とのみは断じられぬが、こうして大事そうに持っている上からは、何かこれは因縁があるに相違ないと考えて、中身を抜いてみるどころではなく、押しいただいてそれを返した。恐れ多い気でござりまする。 遠慮とあればそのままでよいが、中身は東国おさふねの住人、初代長光の作じゃ。へえ。これを御所蔵のこのお方は、仮に小笠原の名字を名乗らせたまえど、実は新太郎少将三つ正公の御種、金三郎様と申し上げるのじゃ。改めてその方にお目通り許されるぞ。 へえ半田屋久兵思わず畳へ額をすりつけた。いや、そんなに恐れいるのはまだ早い。そのように司祭も承らず恐れ入っては、この先の御用にも差し支える。一応事情は申し述べる。その上にてその方、金三郎様のご祝をいたすのが迷惑と存ずるなら、遠慮なく申し出よう。 早速我らは他に転職いたす。東中島の小島やカンパチ、あの店の方が居心が良いように思われるで。どういたしまして、まず、まず。老人小笠原金三郎、同じく駒越さない、医師奥野俊良。これだけが半田や久兵型に当分宿泊となった。 主人はもう宇頂天で、三人を福の神扱いにした艦隊ぶり。別して金三郎には、離れの隠居場を寝室にあてがって、一人娘のおわやが、腰元代わりにつききりであった。大変なことになってきた。今に九兵は対等ご面、ご褒美の金はどれくらいであろうか。 いや、一時に千両二千両いただくよりも、何か物産人手裁きのお役目でも仰せつけられた方が、特分が多かるで。まあ一体どうしたことでござりまする。妻のお幸は、煙に巻かれてばかりはいなかった。多分ははばかる一大事じゃが、しかし女房は一心同体。 お主にだけなら話してもよかろう。これ、びっくりしてはならぬぞ。隠居所のお客人は、あれこそ東国の大衆、少将様のご楽院。奥方様お月のお腰元鶴えというのにお手がついて、どうやら妊娠と心づき、目立たぬ間にとおいとまを賜った。そこで鶴江殿は生まれ故郷の万州姫路に立ち帰り、 そのまま縁づいたのが本田家のご家来小笠原兵衛門。この人はよほどお人よしと見えて、何も知らずに鶴江殿を嫁にもらったのか、ただしは万事心得ていてそれを知らん顔でいたのか、そこまでは聞かなんだが、何しろそこで産声を上げられたのが金三郎様じゃ。その後小笠原兵衛門さんは死祭あって浪人。 そのせがれで届けてある金三郎様もご老人。大阪表へ出て、手習い並びに歌いの師匠。そのうちに兵衛門様はご拍子。後は金三郎様がやはり歌と手習いの師匠。おふくろ様の鶴江様が金曲の師匠。その鶴江様がまた御拍子の前に、重い枕元へ金三郎様をお呼び寄せの上、 実はこれこれの次第と、タンスの引き出し深くしまってあった、新太郎少将様のお守り脇差しを取り出させて、渡されて、しかし決して名乗り出ては相ならぬ。君のご迷惑を考えねばならぬと、固く止められていられたのを、旅医者の春寮殿がちょろりと耳に入れて、何と言うてもご真摯はご真摯であるで、 おかたみの脇差しを証拠に名乗り入れ、ご当家にお召し抱えあるようにと、そのお願いのためにお出向きなされたので。なおまだ動きの取れぬ証拠としては、お墨付き同様の書類もあるとやら、もとよりこの儀作り事ならば、お殿様のお心に応えのあろうはずがないで、すぐさま語り物と召し取られて、 貼り付けにもなるは必場。そんな危ない瀬を渡るために、わざわざ三人で来られる気遣いはなく、紛れもない小物とは、わしにさえ鑑定ができるのじゃ。やれ嬉れしや、福の神じゃ。おこうと来ては、亭主以上の欲張り女。そこでそれ、今のうちに娘の親をな。 ガテンでござんす。気が早い。欲にかけては飲み込みのいいことをおびただしいのであった。こうした欲張り二人の間に、どうして美しいおあやという娘ができたろうか。いや、それはできるわけがないので、実は宿に泊まった西国巡礼夫婦から金に変えてもらったので、この娘を看板に、 何か金儲けと考えていたのが、今度は初めて役に立ったわけ。したがこのことは、娘の耳にも入れておいた方がよろしかろう。それもそうじゃの。このことを母のおこうから、そっと娘おあやの耳に入れた。そうして、お前の出世にもなることだから。 必ず金三郎様の御意に逆らわぬように、何事でも素直にお受けして、えい,いかえ。ところがこのおあやには、すでに人知れず言い交わした人があるのであった。それは朝日河原の夕涼みに、人手の多い中を、おあやはただ一人で裏口から出て、そぞろ歩きしていた時のことであった。 いやあ、評判のハンダ屋の娘が鈴見に出た。たちまち人は注目して、自然におわやを取り囲むので、さなきだに備前の夕なぎ、その熱苦しさにおわやは恐れをなして、急いで我が家へ逃げ込もうとした。するとその頃、網の浜から出てきて、市中をさまよい歩く白地の古事記、 なだいのだらだら大棒というのが前に立ちふさがった。へへへへへ。変な笑いに異常を示しながら、たもとの中から取り出したのは大きな引きえる。それの片足を掴んでぶら下げながら、ブランブランと打ち振り打ち振り、はてはおわやの懐に入れようとするのであった。きゃっ。おわやは蛇も嫌いであるが、 別してこのひきがえるのイボイボを見ては、気絶するばかりに虫がすかぬのであった。おあやが顔色を変えて逃げ出すのを見て、だらだら大坊は一層面白がって。わしの嫁になりんさい。それが嫌なら、ひきがえるのイボイボをなめんさい。そう言いながら追いかけた。 それを横合いから出て救ってくれた一人の若侍。これはお蕎麦小小を務める野添玄之丞というのであった。それが縁となって、夜の京橋上に玄之丞が歌いの声を合図として、おあやは裏口から河原に忍び出るとまで運んでいた。おあやは、その野添玄之丞のもとへ、 小笠原金三郎の娯楽院云々と手紙を持って密告に及んだ。先端の木稲荷の絵馬売りの老婆に託して、玄之丞が茨場いの途中、そっと手渡してもらったのであった。容易ならぬ一大事。早速野添玄之丞から、慎太郎少将のお耳に入れたのはもちろんであった。 一方には旅医者奥の春霊。過労式池田ではに面会して、内密に楽院のことを断じ、表面には老人お召し抱えの嘆願という手はずを決めていたが、あいにくその池田ではが、天城屋敷に塩当時のため出向いているので、今日か明日かと日和りを見ていた。こちらには小笠原金三郎。 今日大阪にも珍しい美人おわやが、昼間はほとんど月切りで、何かと心づけてくれるので大喜び。ではあるが、ここは一番大事なところだと考えた。当然新太郎少将と不死の名乗りはできぬかもしれぬが、内密の了解は得て、いずれは池だけへ召し抱えられて文家閣で何千石かをいただき、 折を見てはまた何万石かをもらえるようになるのは分かりきっているのであるから、その前に宿屋の娘と慣れ親しんでいたなど、少しでも不行席を認められては具合が悪い。ここが我慢のしどころだと、そういう常識も出ることは出た。けれどもまたその後から、しかしおやは無類の美人だ。 あれと一夜語り明かしてみたい。そうした若い者の情に燃えて、抑えかねてもいるのであった。この道はまた別なものという証拠は、現に政権の道に深入りして、四角張ってのみいられる池田慎太郎少将に見られるのだ。その理面において、腰元を解任させたという肘さえあるのだもの。 ましてや我ら凡夫においておうや何度。そんな勝手な考えがたちまち持ち上がって、やはりおあやが休時に来ると、どうも冗談口を聞かずには済まされるのであった。秋には近いが、まだなかなかに暑かった。奥二階で、駒越えさない奥の春寮の二人と、 旭川の鮎をお魚に散々酒を過ごした金三郎。一人離れの隠居所にと戻った。ぶしの煙がはや驚いていた。ここへ母親おこうに付き合われて、娘のおわやがかやを釣りに来た。おおおわや。かやを今から釣られては暑苦しゅうてどうもならぬ。まあまあそれよりも。 話していったがよい。今宵はまたしても風が少しもない。眠うなるまではここにいて、相手してくれやらぬか。はい。逃げ出そうとすれば、庭木戸のそばに母親が隠れて頑張っているはず。それを突破して逃げるほどの、それだけの勇気も出せぬので、おあやは縁側に手をついたまま、 もじもじして控えるのであった。まあ何をそのように遠慮しているのじゃ。拙者は近くとう家にお召し抱えと愛なる海。さすれば早速また家内を迎えねば愛ならぬで。それには誰彼と言おうより、お前に来てもらいたい真実の心。あれもったいない。宿屋風情の娘が、ご身分のお方様に。 いやいや、それは仮親を立てる訪問ある。まあ、そのようなことを申さずと、嫁入り自宅について、最も打ち解けて語り合おうではないか。さあさあ、近く。派て、恐ろしい蚊の群れじゃ。立って、金三郎は、夏川内はバタバタと使い散らし、軒の灯籠の火をまず消した。 ついで座敷の安灯の火も消した。庭の石道籠の火のみが、かすかにこちらを照らすのであった。ごめんなされません。はて、まだいいではないか。もう少し話し相手していてほしい。折りも折りとて、京橋の東田本近きところにて、屋島の歌いの声。 それぞ玄野城の訪れと、おわやの心はそちらにも取られた。母親のおこうは、ともしびの消えたので安心して、店の方へ引き下がった。この時、たちまち隠居所の中で、あれという悲鳴。それはおわやの口からであった。続いて金三郎のかんばしった声で、くせ者 と呼ばわった。ごめんくださりません。つい暗いので部屋を取り違えて。と聞き慣れぬ女の声が部屋の一群で起こった時に、悲鳴に驚いて、店の方からおこうが手食をつけて急いできた。その光で見ると、白浅の絹に黒々の腰ごろも、年の頃四十一二のびくに一人、 肉豊かにつやつやしい顔の色。それがマナコの光を険しくしているのであった。おう、お前様は、番型お泊まりのあまさんではござんせんか。あなたのお部屋は表二階。それがいかに暗闇とは言いながら、間違えるのにことを書いて、離れ座敷のここへはと、おこうは不信を打たずにはいられなかった。 いや、丁内に、稲荷の見ほこらがあると女中殿から聞いて、ちょっとお参りのために。まさんでも稲荷新人。これは千こととも言われるので、おこうはそれもそうかと思わぬでもなかったが、しかしまたなんとなく画展のいかぬ不死ありと見ぬでもなかった。第一その金三郎の顔色が、一通りではないのであった。 まるで死人のそれのごとく、真っ青に返事ているのからして、何か事情のあるらしく考えられた。天は初めて気がついたらしく。これはこれは、どなた様かと存じましたら、あなたは小笠原金三郎様ではござりませぬか。変わった土地でお目にかかりまする。おお、ちいにでござったが。 不思議なご対面でござりまするな。さ、さようでござる。これは様子が変だと思ったから、おこうはおわやを促して、ここを引き下がった。そうして植え込みのおかげで、蚊に刺されるのを忍びながら、立ち聞きするのを怠らなかった。この間におわやは、裏口から河原へ出た。 そこには野添玄之丞が待ちかねていた。誰も他にいなくなった離れ座敷では、たちまち形勢が一変した。金三郎の胸倉を取って知恵には小突き始めた。金三郎は両手を合わせて拝み拝み。まあ、いそかに。荒立ては万事がはめず、いそかに。頼む。これ五章じゃ。頼む。 いや、頼まれぬ。破滅しても構わぬ。いや、破滅の方がかえって、節にには幸いじゃ。この悪性男。節にが虎の子のようにしている蓄えの金三百両引き出して、これが支度金で出世ができると、備前の大使の娯楽院を売り物にして、三人での旅立ち。それは確かな証拠もあることゆえに、それに相違はなかろうけれど。 出世したところでこのうちの娘を嫁に引き取る両見では、せずにの方が丸つぶれじゃ。お取り立てに預かった上は、必ず後から呼び迎えるという、あれほど固く約束をしておきながら、浮気するとは何事ぞい。こうしたこともあろうかと、せずにも天皇寺の安室にじっとしてはいられず、後からつけてきてみれば、推理を通りこの始末じゃ。 もう三百両の金無駄にされてもいい。お前がまた出世せずともよろしい。元の通りにせずにと、人知れず。まあまあ、知恵殿。ここが大事のところじゃ。どうか拙者を出世させてくださりませ。今のはほんの出来心。その出来心が気に入らぬ。いやもう決して再び他の女に。 こうしてもつれあっているところへ、立ち聞きのおこうが中心したので、奥二階から駆けつけてきた医師の奥の春良。まあまあ知恵殿。まあ腹も立とうが、ここが一番大事のところ。何事もご勘弁ご勘弁。とにかくまず奥二会へ。竹に立った知恵にを、春良は奥二階へ連れて行き、 サナイともに愛想単眼。男子が二人揃って、何度お辞儀をしたかがんだかわからなかった。つまりこのアマと金三郎とは、深い関係であった。それを解いて今度の運動費を出させて、それで三人が備前岡山に乗り込んだのであった。結局どうやらこうやら収まらぬなりに収まって、 知恵にはひとまず表二階の部屋へと帰ったが、夜更けてからまた離れ座敷へ、忘れ物を取りになどこしらえて、金三郎が一人か否か、それを見回りにと出かけもした。天の焼き餅はその時代として前代未聞、宿の者もまた今日を覚ましていた。明くる日になって、朝の食事が済んでからであった。 突然知恵にが腹痛に苦しみ出した。こりゃ毒、毒殺じゃ、毒殺じゃ。宿の者はびっくりした。第一に駆けつけたのが医師の俊良。何、毒殺なん度と、そのようなことがあるものか。正しく物当たりで直期に治る。ささあ、この薬を一服。 何やら粉薬を出して、苦しむ知恵にの甲冑に割り込んだ。しかしその薬を飲んでからは一層苦しみを重ねて、うなり声は立てても、言語をすることはできなくなった。ついには地平ドを吐いて、茂大地にに死んでしまった。半田薬兵夫婦も共に青くなった。 宿泊者から返事者を出したとあっては、ことがは,なはだ面倒だからであった。それは毒殺とすればいよいよかかり合い。無論医師の春寮が秘密を保つために一服持ったなとは、ほぼ推察はできるのであったが、それもしかし金三郎と娘おあやとの結婚のためには、邪魔が払えた感情でもあるので。 これは絶対に秘密にという精進の勘知。お掛か,かり合いで十々ご迷惑とは存じまするが、それな、決してその独死ではない。物語のため頓死でござりましょうで、お手数ながらそのお見立てを一冊、どうぞ。やあ、心得でござる。決してこれは独死ではござらぬ。これは医師の立場からして、 拙者がどこまでも保証つかまつるで、ご心配には及ばぬことじゃ。届け書に春料、食べ合わせ者よろしからず、非を損ない頓死うんぬん、まさに立ち合い揃うのなり、と書き立てた。検視の役人も来ぬではなかったが、医師の証明があるので、一通り検分の上無事に引き上げた。 急いで死体は笹山へ送って仮装。天の堕落が悲惨の最後。いわゆる仏説の自業自得であった。天城屋敷の池田ではのもとへ、早馬で駆けつけたのは野添玄之丞。奥書院にて人払いの上、密談の最中。池田ではは東枠の色をそのビュの間に示しながら、 して、その小笠原金三郎とやら申す老人の所持いたす脇差しについて、お上にはお心覚えあらせられるかあらせられぬか、一応お伺いいたされたか。銀の城は恐る恐る。お伺いいたしましたところ、覚えのほどしかとお心には乙めあらせられぬとの仰せ。しかしおそば御用の日記取り調べましたるところにては、 初代長光の恩脇差し。小らえは朱祖草研ぎ出しの老色座や、山坂吉兵衛の小須賀室場に、鮫川萌木と糸の大菱巻の塚、目抜きには銀の臨長の五条門ちゃんと記録がござりまする。ふむ、うん。それに符合いたす脇差しを、老人が所持するに相違ないな。 さようにござりまする。その金三郎と申す老人の免定は、恐れ多いことながら、お上にそっくりの箇所もござりまする。ふん。知恵ではと言われた池田のメイ家老も、こう聞いては旗と当惑せずにはいられなかった。それでお上にはなんと仰せ遊ばされた。 おわきざしをおじかじかに腰元つるえにお使わしの応覚え、あらせられるかあらせられぬか。なんと仰せ遊ばされた。どうも覚えはないとのお言葉。ふ、う、む、ん。そのお言葉は濁っていたか、澄んでいたか。なんともそこは拙者には。いや大事なところじゃ。 構わずおんみの見たままを言ってみなされ、はばかりなく申し上げますれば、いつものおみのお言葉とは少しお違いあるかに受けたまわりました。それで、この事件を他の者には聞かさずと、このではにまず相談せよと、こうおみは仰せられたのか、さようにござりまする。 池田ではは考えた。ご城門のついたお守り脇差しを、軽々しく腰元に、しかも内密でお使わしになるわけがないけれども、事実において、その脇差しを金三郎の母鶴江が配慮していたとあるからには、何と言ってもこれはご楽院だろう。いかな名君でも、 この道ばかりは別なものと昔から相場は決まっているのだから。いや、これが事実なら確かに刑事で。正しく殿の落ち筋。若君一人儲かったのだけれど、今は御承服に綱政正時ともの三金立ちさえあるのだから。それにも実は及ばぬ次第。近々御隠居ともならば、 死んを五次男五三男にも五分上。正時のには二万五千ともどのには一万五千くと、ないごけっ決定のりからに、またそこへお一人は、そろばんのはじき直しだ。しかしそれはどうにでもなることで、親は親、子は子。金三郎とやら申す老人と、 正しく御親子関係に相違ない上は、晴れてのご対面はいかんとしても、早速お召し抱えありて叱るべきものだけれど、さてこうしたことというものはすぐにわかる。ご両内一般は申すに及ばず、日本国中に知れ渡って、どうだ名君とも言われる慎太郎少将も、やはり女は可愛かったのだ。 腰元にお手がついてご楽院まである中だ。人間とかく四角ばってばかりはいられぬものだと、たちまち風紀が緩んでくるは必要。お上のご配慮はそこにあるので、このではになんとか分別ないかと、それゆえのごミ誌であろう。こいつはちょっと難問題だと、腕をこまぬいたまま考え込んだ。 いやあ、ご苦労、ご苦労。しからば、それについて、こちらにも考えがござる。御身、早速、半田役兵を呼び出し、内密に申し聞かされ。はっ。右の次第は、これこれとではは声をさらに一段と潜めて、玄之丞の耳近くに囁いた。はっ。心得ておりまする。 野添玄之丞は池田ではの密謀を心得て、大急ぎで岡山に立ち返った。野添玄之丞の屋敷へ呼び出された半田役兵、うすうす娘との関係を感づかぬでもなかったので、これはきっと金三郎様に取られぬ前に、娘を処簿されるのではあるまいかと、そういう心配をしながらまかり出た。 やあ、クヘ。今日は一大事の三次じゃで、遠慮はいらぬ。ちこええ。その方の宿泊人に、小笠原金三郎らの一行があろう。ええ。三人お泊りにござりまする。恐れ多くもご同志のご楽院と申し立て、証拠の脇差しを持って、お召し抱えの願いに困胆いたしおるとか。 実際であろうな。よくご存知で。実はデワ様の天木屋敷お入りのため差し控え、お帰りを待ってないその運びにということで、それをよくあなた様にはご存知で。いや、拙者ばかりではない。すでにデワ殿もご承知。ええ、えいお早耳で。デワ殿より早速これをお神のお耳にも入れたところ、 もっての他のこと。しかしながら老人とあるからには、家中同様の刑罰も加えられまい。ミスミス語り物と知れながらも、手の下しようもないことゆえ、願いのままに一応は召し抱え、その上にて即座に切腹を仰せつけられるという、こうしたご難易に決まったのじゃ。うええ。 不届きなる老人どもはそれにて始末はつくであろうが、その語り物の宿をいたしたるとによって、その方半田屋は結晶、主人は所払い。え<っ>いかにもそれは気の毒と存じるので、内々その方の耳に入れておく。そこまでに立ち至らぬ前に、何とか良きようにいたしたらどうじゃ。これは拙者がほんの行為からの注意。 いや、ありがとうござりました。なるほど、お召し抱えの上なら、切腹申し付けられても否みようはござりませぬな。よろしゅうござりまする。さよう、当人にも申し聞けまして。いや、これは実に、大変なことになりました。あたふたとして、九兵は帰り去った。九兵から金ローらに、 召し抱えの上切腹云々を密報したので、これには驚いた。でも確かに拙者は楽院で、証拠の脇差しも持参のことゆえ。金三郎は半泣きになって愚痴を口走った。ダメだよ。とてもダメだよ。池田家にとって、その楽院が飛び出したので都合が悪いに相違ないのだから。 先方に行為がないのに、こちらから押し売りしてもいかん。召し抱えられてみれば池田家の家来、池田家の家来となってみれば、種名によって切腹を仰せつけられ、となってみる日になってみると、お受けをしないわけにもいくまいから諦めろ。三謀たる奥の俊良、もう逃げ腰。いや、それもそうだ。 命あってのものだねだ。と駒越さないも臆病風。九兵はまたうちの大事と。どうか少しも早くお立ちのきを願いまする。お預かりの百両は宿賃を差し引いてお返しいたしまするで。いや、どうかそうなさった方がお互いの身のため。死んだ甘さんの後ともらいは必ず当家でいたしまするで。 ぐずぐず言ったら、天を毒殺の一件、素認するというおどかし文句をちらつかしたので。いや、しからば我ら、立ちのき申す。こうなると区兵の欲張り、高い宿賃を差し引いて、わずかに三十両ばかり返したきり、三人はそれどころでなく、 夜陰に乗じて西中島を出立。それからどこへ行ったことやら。再び岡山へは来なかった。それを最大寺越えの峠道に、玄野城その他が待ち伏せして残殺したという説があるが、これは取らぬ。夕広くに、出は帰り騒楼てお前にいで言われ騒楼は、 ことのほかおふさぎ遊ばされ、あれほどのこと、お心づき遊ばされずやと申し上げらる、とある。金三郎切腹覚悟の上にて、もう一度居座り直したならば、あるいは本当に召し抱えられたかもしれぬので、その弾力試験に落第したために、備前天一望は失敗に終わったのかも。